宇都宮哲也は、京都府上用市出身のプロ野球選手。左投げ左打。埼玉西武ライオンズ所属。鶴賀飛行等学校で、サワンエースとして活躍し注目された。高校時代は、田中良平、森大輔と共に、北陸三馬ガラスと呼ばれた。中、沢忠田志や理系一らと共に1999年の中期福井大会。 北信越大会では他校を寄せ付けない圧倒的な強さで優勝し、翌年の選抜高等学校野球大会への出場を確実とした。第30回明治神宮野球大会では、内海自身は本調子ではなかったが、協力打線の援護により準優勝。第72回選抜高等学校野球大会に出場することが決まり、 優勝候補に挙げられていたが、他の部員の不祥事により、敦賀景比高校は、甲子園出場を辞退した。高3夏の予選では、福井大会決勝で、山岸城・天谷総一郎を擁する、福井県立福井商業高等学校に、延長10回の末に2から3で敗れ、あと一歩で、甲子園出場は果たせなかった。阪神のスカウトに、 高校生では打てないと評された落差の大きなカーブと恵まれた体格から投じる角度のついた最速時速 144km の速球の緩急自在な投げ分けで三振の山を築いた。一試合平均14個を超える脱三振率を誇り北陸のドクター系の異名を取った。2000年のドラフト会議では 複数球団による1指名での争奪戦が確実視されていたが、祖父の内海伊藤が巨人の野手だったこともあり、ドラフト直前に巨人以外からの指名は拒否することを表明した。そのため、ドラフト会議では巨人が単独で3位以降で指名することが想定されたが、オリックスブルーウェーブが1位指名した。指名直後に、 監督の大木明から電話を受けるなどしたため、一時はオリックス入団に傾いたが、高校時代にバッテリーを組んでいた李健一が巨人から8位で指名されたことで逆に巨人への気持ちを強くし、最終的には東京ガスへ進んだ。社会人時代は、勝木亮太森大輔と共にサンバガラスと呼ばれていた。2003年の 第74回都市対抗野球大会に、シダックスの補強選手として出場し準優勝。同年のドラフト会議で巨人が自由獲得枠で、交渉権を獲得し入団。背番号は、祖父と同じ26に決まった。投球する内海2004年は2軍で9勝を挙げ、イースタンリーグ最優秀防御率を獲得。勝ち星こそつかなかったが、1軍初先発も経験した。 2005年は監督の堀内つ夫に才能を認められ、臨床半乱と競って開幕ローテーションを勝ち取り、4月だけでプロ初勝利を含む3勝を挙げるが、その後は打ち込まれ、6月以降は1勝もできず4勝9敗、防御率5点台に終わった。2006年は開幕は中継ぎでスタートするが、4月8日の中日戦で、 離脱した高橋久典の代役として先発し、6回を無失点で初勝利。そのまま先発に定着。スライダーを習得して、飛躍の年となり、初関東勝利、初完封勝利を記録するなど、チームトップの12勝を記録。オールスターゲームや日米野球にも出場した。リーグ4位の防御率やリーグ3位の脱三振を、 記録した一方で打線の援護にも恵まれず、リーグ最多の13敗を記録。投球面では旧冒頭を記録した上、左打者に対する被打率が高いという課題を残した。2007年3月30日の横浜ベイスターズ戦で、初の開幕投手を務め、7回に失点の内容で勝利投手となり、大役を果たす。 その後も安定した活躍を続け、9月19日の阪神タイガース戦では、自己最多の13勝目を挙げる。最終的に、高橋久則と並ぶチームトップタイの14勝を挙げ、防御率3.02、自身初タイトルとなる最多脱三振を獲得。優勝を争った、中日ドラゴンズ相手には4勝1敗の好成績で、ホームゲームでは無敗だった。 中日と対戦したクライマックスシリーズでは初戦に先発。内海は前述のように中日を得意としていたが、タイロンズズに2点本塁打を打たれるなど4回4、失点で越され、敗戦投手となった。その後チームはストレートの3連敗で日本シリーズ進出を逃した。シーズン終了後、チームがセスグライシンガーを獲得したことについて、あるイベントで内海は、 お金があるなら、投手陣に回してほしい。僕ら三人は、精一杯やったし、他のみんなもそうと、球団の相次ぐ補強に物申した。こうした補強に対する反発、苦言とも取れる発言が公やけになることは、全球団でも、異例で、この後に、球団から厳重注意を受け、さらに公式サイトが、予告なしに閉鎖された。内会は、 発言について反省し、球団批判はしないと述べた。2008年は、春季キャンプ中に脇腹を痛め、オープン戦前半を欠場。開幕投手も、高橋久則に譲るが、ローテーションの軸として1年間活躍し、12勝8敗で、シーズンを終了した。打線の援護に恵まれない一方で、エラーから自滅する試合や、 突然の連続支球で降板する試合も目立ち、吉久68は、セリーグワーストを記録した。前年4勝1敗と得意としていた、中日戦も0勝5敗と相性が悪く、苦しい1年となった。阪神タイガースには相性が良いため、終盤の直接対決で高騰する場面も多く、チームの優勝に貢献した。ポストシーズンでは、 中日との CS 第3戦に先発し5回3、失点で降板した。埼玉西武ライオンズとの日本シリーズでは、第3戦と第7戦に先発し、第3戦では5回まで無失点に抑えるが6回に、捕まり3連打で1点を取られ降板すると2番手の西村健太郎が、中村豪也に3点本塁打を打たれて5回1、3を3失点という結果になったが、 打線の援護にも助けられ、勝利投手となった。第7戦は4回まで無失点に抑えたが5回に、代打、ひらむぼかちかのソロ本塁打で1点差に迫れると6回に、1死を取ったとこで降板。第3戦に続き5回1、3を投げるに止まったが1失点に抑え、役割を果たした。しかし、7回からリリーフした、落ち大輔が8回に打ち込まれ逆転を許し、 日本一を逃した。死球の多さに、不安こそ残したものの、基本類打は7本と、両リーグの規定投球回到達者中、楽天の岩熊久し、阪神の岩田実に次ぐ少なさを誇り、防御率2.73、脱三振254は、共に、リーグ3位を記録した。2009年は、開幕前の3月に開催された第2回、 ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。3月20日の韓国戦に先発。頭部直撃の支球を出すなど請求に苦しみ、3回途中、1失点で降板。今大会では、これが唯一の投板だった。シーズンでは、5月4日の阪神タイガース戦での敗戦後に二軍落ちを経たが、その後再昇格してからは、 本来の投球スタイルを取り戻し、8月サイド不調に陥ったが、9月は1完封勝利を含む4勝0。はい、防御率1.16で自身初の月間 MVP を受賞。その後、公式戦最後の10月12日ヤクルト戦20勝目をかけ先発。内海は6回を2失点に抑え、勝利投手の権利を得た状態で降板したが8回裏に逆転され、 勝利投手になれなかった。最終的には、前年に続いて2点台の防御率を残すが、前半戦4勝止まりだったことが響き、4年連続2桁勝利は、ならなかった。チームトップの179回に、3を投げ、支球を減らすことができたものの、逆に、基本類だが激増し、脱三振が減ってしまった。チームは、リーグ3連覇を達成し、 CS ファイナルステージは当番予定の試合の前に、勝ち抜けが決まったことで当番はなかった。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズは、第2戦に先発し、3回裏西から5連打を打たれ、4失点で敗戦投手となったが、その後の第6戦では先発だった東の俊が、初回西の場面で、 高橋慎治の投げ鹿を右手の甲に受け降板した後に急遽マウンドに上がり4回に3を無失点に抑えて勝利投手となり日本シリーズ優勝に貢献した2010年は巨人選手会長に就任し2013年まで務めた開幕前に決意表明として迷宮会参加資格のボーダーラインである200勝の達成と背番号26を 永久決番にすると宣言。3月26日の東京ヤクルトスワローズ、戦では、自身2度目の開幕投手を務め、8回1失点で、勝利投手となった。左脇腹板で、登録抹消されたが、最小格直後に登板した5月9日の対、横浜戦で、巨人の左腕投手としては、前年の山口哲也以来となる、開幕後連勝を達成した。 6月18日は完封勝利で中日から3年ぶりの白星を挙げた。しかし、8月11日の試合で結果が残せず、原監督から中継降格を告げられる。翌日の試合で前日からの連投の形で中継登板し、1回を無失点に抑え、8月27日の中日ドラゴンズ戦で関東勝利し、8勝目。 最終的に2年ぶりとなる2桁勝利を挙げたが、早い段階で打ち込まれて降板する試合が目立ったことから、防御率が自己最低の4点台と制裁を欠いた。ポストシーズンでは、中日との CS ファイナルステージ第2戦に先発し6回、2失点とネイ投げしたが、打線の援護に恵まれず、敗戦投手になった。なお、契約公開時に、年俸ダウンを不服とし、 一回目の公開時では、保留したが、最終的に2000万円ダウンで公開した。2011年は、開幕投手を東野に奪われたが、春先から好調を維持。4月13日の対ヤクルト戦でシーズン初勝利を上げると、5月6日の対中日戦から6月18日の対西部戦まで7連勝した。この期間中、5月28日の対ロッテ戦で、 完封勝利、前述の西武戦では1失点完投勝利を挙げ、同年5月の月間 MVP と交流戦、優秀選手をそれぞれ受賞した。その後も、新たに習得したフォークを武器に安定した投球を、続け、前年の不調を断ち切る S 級の働きを見せ、7月19日の対中日戦で、セリーグ投手最速で10勝目に到達。 9月25日の大阪神戦では、自己新記録となる15勝目を挙げた。巨人のサワン投手の15勝到達は1979年の、新浦俊夫以来、32年ぶりであった。最終戦となった10月22日の対横浜戦では、長野久吉の代打逆転サヨナラ満塁本塁打で18勝目を、挙げ吉見和樹と共に、 巨人のサワン投手としては1969年の高橋13以来42年ぶりとなる最高値を獲得。防御率も自己最高となる1.70の好成績を残した。ヤクルトとの CS ファーストステージでは第2戦に先発し6回1失点と高等、5回には自らスクイズバントを決めるなど投打に渡る活躍を見せ白星を挙げた。 契約公開では1億円増の推定年俸2億2000万円でサインした。2012年2012年は2年ぶりの開幕投手となった開幕戦、ヤクルトと対戦し6回3失点で降板し、黒星スタートとなった。4月12日の対中日戦で史上130人目の先達三振を達成し、シーズン初勝利を挙げた。 シーズン序盤はやや安定感を欠いたが、交流戦では4勝0敗、防御率1.29の成績でチームを、セリーグ球団初の優勝に貢献し、MVP を獲得。さらに7月16日の阪神戦から、レギュラーシーズン最終登板の10月5日の横浜 DNA ベイスターズ戦まで8連勝を記録。 先発陣の中でただ一人ローテーションを守りきり、巨人では、斉藤正樹以来、巨人の左腕投手では、史上初となる2年連続で最多価値を獲得した。防御率は2年連続で1点台ながら、またも、防御率タイトルは獲得できず、リーグ3位に終わる。中日とのクライマックスシリーズ第一戦に、先発するも6回に失点で負け投手になり、 第5戦では5回途中に、トニー・ブランコに2点本塁打を打たれ、同点とされたところで降板。日本シリーズでは、第1戦目に7回を投げ、無失点、第5戦目にも先発し8回に失点と、後投2試合とも勝ち星を挙げた。その好成績で、同年のセパ交流戦に続いて、日本シリーズでも MVP に選出された。12月4日に、 第3回 WBC の日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。また契約公開では推定年俸4億円で4年契約を結んだ。2013年2月20日第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され代表入りした。同大会では2試合に中継ぎで登板し、2回1、3を投げて、被安打に、 自責点4点、防御率15.43だった。シーズンでは、6月16日の福岡ソフトバンクホークス戦で、関東勝利して、プロ通算100勝を達成した。8月6日の対 DNA 戦で、通算1500投球回達成。後半戦は調子を取り戻し4年連続の2桁勝利を達成したが、 前半戦の不調が響いて3年連続の最多勝ちは、逃し防御率も1点以上悪化、ローテーションに定着した2006年以降で最小の1関東、2005年以来8年ぶりの0冠風となった。クライマックスシリーズでは、ファイナルステージ第1戦に登板するも4回に失点で降板した。日本シリーズでは、第1戦と第5戦に先発し、 1> 第1戦では6回無失点と好投し勝ち投手となった。第5戦では先制点を許したものの6回に失点と試合を作った。第7戦には中継投登板し3回を無失点に抑えた。チームは3勝4敗で敗れたが、内海自身は優秀選手賞に選出された。2014年は高投しながらも勝ち星がつかないなど、 不運もあり、開幕から9試合勝ち星がつかず、5月29日の楽天戦でようやく初白星を挙げた。6月には、左肩の違和感で先発を急遽回避して、抹消されるなど7月までわずか1勝にとどまる。8月以降ようやく復調し、後半戦は8月と9月で、計6勝を記録するなど活躍した。特に、DNA との相性が良く、 8月29日、9月12日の当番では完封勝利を挙げ、9月26日の試合では優勝を決める試合で先発し、8回途中まで投げる、粘りを見せる。規定投球回への到達は危ぶまれていたが、それでも100奪三振は達成し、防御率も前例により改善し、3.17を記録した。にもかかわらず、 シーズン全体では7勝9敗に終わり、連続2桁勝利も4年で途絶えた。阪神とのクライマックスシリーズでは、開幕投手を任されたが、初回に、鳥谷隆史に先制的地に塁打、マウロゴメスの2点本塁打などで3点を、先制されると3回には再びゴメスに、敵地打を打たれ3回までに4点を奪われる。4回以降は無失点に抑えたが6回に、 3を4失点で敗戦投手となった。この後チームも打線の低迷もあり CS 史上初の4連敗で敗退した。2015年はオープン戦で左前腕部を故障し開幕2軍スタートとなった。6月5日のソフトバンク戦で先発し4回途中後失点と打ち込まれ試合後に再びの2軍落ちが決まった。 その後杉内が抹消されたことに伴い、7月29日に一軍登録された。DNA 戦に先発し、6回までに失点と、高騰したが7回に走者を貯めると足がつりこの回、途中で降板した。後を受けたスコット・マシソンが、梶谷隆行に、同点敵地打を打たれ、勝利投手になれなかった。この試合で足に、トラブルが起きたことで、 再び登録抹消となった。8月12日に再度一軍登録され、その日の DNA 戦で先発すると、立ち上がりは良好であったが4回に崩れ始めた。結局は5回に3を投げて4失点の内容ではあったが、打線の援護とリリーフ陣の念投げがあってチームは接戦を制し、内海は同年の初勝利を挙げた。 10月4日、出場選手登録が公示された。その日のシーズン最終戦である、ヤクルト戦に先発し、5回無失点の投球で2勝目を挙げたが、1年目を除いて一軍定着した5年以降では、最低の成績に終わった。クライマックスシリーズでは、ファーストステージ第1戦に中継ぎとして、ベンチ入りしたが、第2戦、第3戦はベンチを外れた。 そしてチームは2勝1敗で、半身を下し、ファイナルステージへ進出。そのファイナルステージ第一戦で先発を任された。内海が、ファイナルステージ初戦の先発を任されたのは2012年から4年連続となった。3回まで無失点で4回に、畠山和弘に、先制のソロ本塁打を許したが、チームはその後すぐに逆転に成功。 5回に西を取って、交代となり、5安打3四球で4回に、3を1失点も、勝利投手権利目前での交代だったためまたも、ファイナルステージでの勝ち投手はお預けとなった。その後は、リリーフ陣が無失点で抑え、チームは勝利した。だが翌日から3連敗で、日本シリーズ進出を逃した。2016年は前半は、 オープン戦での不振や故障で一軍登板できず、中盤から先発へ復帰。7月19日の大阪神戦では2年ぶりの2桁脱三振を記録した。前世紀のような9位はなかったが、緩急を使い、コーナーを丁寧につく投球術と牽制、クイックなどの技術を駆使して、順調に白星を重ね、9月30日の阪神タイガース戦最終登板では、 7回、無失点で、勝利投手権利を持ち交番したがリリーフの沢村、拓一が2失点し逆転負け、10勝には届かなかった。2年ぶりに100回を投げるの規定投球回にも届かず、完全復活とはならなかったが、中盤から復帰したにもかかわらず、前年前前年を上回る9勝を挙げた。CS ファーストステージ対 DNA 第3戦に、 先発するが2回途中3失点で降板。延長の末にチームは敗退した。3年連続で2桁勝利を逃したこともあり、契約公開では減額制限を超える2億元の推定年俸2億円でサインした。2017年はシーズン当初はローテーション入りし、 初登板の DNA 戦では自ら敵地打を打つなどして白星を挙げたものの徐々に調子を崩しまた他の先発投手との兼ね合いもあり登板と登録抹消を繰り返しながらシーズンを過ごしたものの2勝7敗防御率も5点台後半に終わった契約公開では2年連続の減額制限後へとなる50%ダウンの1億円で契約を公開した 2018年は2年ぶりに開幕を2軍で迎えたが、初登板となった5月10日の阪神戦で、初勝利を挙げた。交流戦以降も好調を維持し、7月31日の DNA 戦で、自身4年ぶりの完封勝利を挙げた。その後調子を崩し、9月5日の DNA 戦では7年ぶりに、リリーフ登板を果たした。 最終成績は15試合に登板し、5勝5敗、防御率4.17だった。2018年12月20日に国内 FA を宣言をした埼玉西部ライオンズの住谷銀人郎を巨人が獲得したことによる人的保障として、西部への移籍が巨人球団から発表された。12月21日に n p b から公示される、 巨人の開幕投手経験者が FA 移籍に関わる人的保障でた球団に移籍することは球団史上初のことであった。12月21日に西部球団事務所で入団会見。背番号はいろいろ候補はあったんですが一つでも上に行くという思いを込めて銀人郎君の後になりますが26番より先に行くという気持ちで巨人へ移籍した住谷が 着用していた27を自ら希望して選択した。なお、西部で27を当主が着用するのは、前身の西鉄太平洋クラブ、クラウンライター時代を含めても、初めてだった。2019年は、開幕前に、左前腕に故障を発症し二軍で迎えた。一時は回復するも5月に再発。その間、リハビリと調整をし8月中旬から二軍戦で、 調整当番に入る。8月16日のイースタンリーグで、古巣の読売ジャイアンツ戦で中継ぎとして6回から当番したが1死も取れず8失点と調子は振るわなかった。その後もシーズンの最後まで本調子には遠く、プロ入りしてから初めて1軍当番なしに終わった。9月27日、現役続行を表明。 10月7日から開催される宮崎フェニックスリーグへの参加を球団に志願をし、フェニックスリーグに参加をする。10月10日、フェニックスリーグ登板後に左腕に針を訴え10月24日、左前腕、筋腱修復の手術を東京都内で行う。2020年は前年に受けた手術のリハビリも兼ねて、キャンプは B 班となり、開幕を2軍で迎える。 イースタンリーグで6試合に登板し3勝2敗、防御率5.58だったが、8月22日に移籍5発となる一軍に昇格する。同日の対オリックスバファローズ戦で移籍5発登板、2年ぶりの先発登板を果たしたが、アダム・ジョーンズからの2打席連続被弾もあり6回4、失点で敗戦投手となった。この試合で、 杉本博士太郎から見逃し三振を奪い史上56人目の通算1500奪三振を達成した。9月2日、千葉ロッテマリーンズ戦にて、再び先発として登板。5回を2安打6奪三振無失点に抑え降板。6回表に、チームが得点しかち投手の権利を得る。その後、味方の援護と救援陣の高騰もあり、チームは4から2で勝利。 巨人時代の2018年8月21日、対 DNA 戦、以来743日ぶりの勝利、遺跡5発勝利を挙げた。9月9日のオリックス戦では、本拠地初登板となったが、相手選手の打球が左膝を直撃した影響もあり4回、4失点で、本拠地初勝利とはならなかった。9月18日、ロッテ戦で4回4失点で、 敗戦投手となり、23日の工事で登録を、抹消された。その後、フェニックスリーグに参加するが、チームの CS 進出の可能性がなくなったこともあり、帰郷することになった。2021年はキャンプでは B 班となり、開幕を2軍で迎える。イースタンリーグで7試合に登板し4勝0敗、防御率1.80と、安定した成績を残し、6月3日。 一軍に昇格する。同日、古巣の対読売ジャイアンツ戦で2021年の初先発初登板を果たすが、2回を5アンダー3、失点で降板する。同月9日、対 DNA 戦で先発登板し、5回を6アンダー3失点、2点リードの状態で勝ち投手の権利を得て降板。系統でチームは5から3で勝利した。 これにより遺跡後発となる本拠地での初勝利を挙げた。11月3日、翌年より投資兼投資コーチに就任することが発表された。スリークォーターから投げる平均球速約時速 139km、最速時速 148km のストレートと、ツーシーム、スライダー、縦に落ちるカーブ、スクリュー、カットボールなど多彩な変化球を決め球に投球を、 組み立てる。加えて2011年シーズン開幕前に、フォークボールの習得に挑戦している。スクリューは2012年まで、チェンジアップと呼ばれていたが、最近、チェンジアップが、わがまま顔になってきて、スクリューっていう言葉が絶滅しつつある。僕はこれからスクリューで行きたいとして、スクリューと呼ぶように求めた。2008年には突然子球を連発することも見られた、ため、 突発性子宮病と言われたものの2009年以降は改善された。また2010年オフより体幹強化や関節の可動域拡大に効果のあるとされる PNF トレーニングと呼ばれる調整法を導入した。クイックモーションは平均1.1秒台を記録し左投手であることもあって牽制も非常にうまい。 2012年の一塁売る意と数は一つのみである。高校時代はクリーンナップを打っており、プロ入り後の2006年には打率、214を記録するなど、投手としては打撃にも長けている。その反面、バントは苦手としている。巨人時代は、日本シリーズでの相性が良く、通算で5勝を挙げている。一方で、クライマックスシリーズでの相性が悪く、2011年の、 ファーストステージ第2戦で挙げた一勝のみで、ファイナルステージでは、計7試合先発し、2007年、2012年から2015年と5度も、初戦の先発を任されたが、すべての当番で未勝利に終わっている。愛称は、鉄。常にポジティブで明るく、人の気持ちに寄り添える優しい性格であることから、チームメイトからの人望も厚い。また、負けず嫌いな一面も持つ。 積極的にファンサービスを行っており、練習後には100人以上のファンにサインや写真撮影を行うこともある。試合で使用するグローブに家族と刺繍を入れている。あえて名前を入れずに家族と入れたのは家族を守っていく、家族からも支えてもらいたいという意味からで家族には親も含まれているという。自身も2007年25歳の時に 一般女性と結婚し、四児の父親である。プロ入り後から仕送りを欠かしたことがなく、その額は年俸の半分になることもあった。これについて、内会の母は、うちは母子家庭。三人の息子がいて、末っ子の三男は大学に通っているんですが、お兄ちゃんは、その学費のことまで、心配するなと言ってくれているんです。私が言うのも何な,なんですが、本当に、 気持ちの優しい子なんですと語った。2003年のドラフトで巨人入りした直後、契約金で実家のある京都に2階建て後 l d k の一軒家をプレゼントした。内海は、僕は一家の大黒柱だし、母と弟二人を養っていかなきゃならない。ずっと野球を続けてこれたのも女で一つで育ててくれたおかんのおかげですからねと語っている。 移動中や遠征先では漫画をよく読んでおり、少年期はドラゴンボールやスラムダンクを読んで育った。オフに施設訪問を毎年行っており、2008年から脱三審の数だけランドセルを寄付を行っていて、2012年時点で655個のランドセルを寄付している。2013年から寄付するランドセルの個数を脱三審数より、 根の大きい投球回数分に変更した。また、球団の公式通販サイトとオフィシャルストアで発売されるジャイアンツオリジナルランドセルを届けることを発表した。2014年は144の寄付をしたことが公表された。2015年は128個を寄付したことが公表された。また2014年からは 東日本大震災被災地の児童養護施設への支援も行っており、それらの活動が評価され2016年にゴールデンスピリット賞を受賞した。内海が巨人に入団した時の投手陣は、エースの上原康二に、桑田雅美、高橋久則らの生え抜き投手と FA 一席した、工藤君康がいたが、これら実績ある投手は一国一城の主として、君臨し、 若手投手からは口も聞けなかったという。ある日、内海が先輩投手と話をしていたとき、それを見た、ある選手に内海は他の派閥に移ったと告げ口され、もともと派閥意識がない内海は非常にショックを受けた。当時内海は同じ左腕の高橋久則を慕っており、数年後に高橋がメジャーに移籍した後は、 投手陣のグアム自ュトレのリーダーを引き継いだ。と同時に、あの暗黒時代が二度と起きないように、環境を変えようと決意。手始めに、後輩投手への呼び方を名前で呼ぶようにしたり、オフの調整方法を自ら教え、練習もできるだけ一緒にやるようにしたという。その後、先輩投手が移籍や引退していき、内海が投手陣のリーダー格になってきたとき、 チームもリーグ3連覇を達成し、ようやく自分の考えた環境に少しずつ変化して、行った。2011年の12月、杉内俊也が、巨人遺跡を発表した後も、年上の杉内に承諾してもらい、あだ名で呼んで、お互いの距離を縮め、若手投手との架け橋にも尽力したという。当時は一軍の実績がなかった、田原誠次や、 急酷無く進むをはじめとする新人や2から3年目の投手が次々と上がってきた際もすべてあだ名で呼べる空気に変えていった。後に杉内自身内海の心遣いは巨人に馴染むのに大変助かったと語っている。それは2012年5月にノーヒットノーラインを達成後後日記念 T シャツを配った際杉内は誰も着てくれないんじゃないか。 と思っていたが、投手陣全員が試合前に記念 T シャツを着用して、練習に臨んでくれた時に実感したという。これについては、同年に同じ FA で移籍した村田修一も同意しており、いつも明るくて元気、マウンドでも元気、落ち込んでいる姿を一切見せないっていうのが、エースなんだなと思う。僕は今年に移籍してきましたけど、食事の席に乱入してきてくれたり、 溶け込めるようにしてくれていた。ああいうことも自然にできるからすごいですよね。助かりましたよ、本当にと語っている。自身が中継ぎの頃、毎試合後にブルペンのゴミを拾い、きれいに片付けてから引き上げていた。スタッフは初めて見た時、感動した。後にも先にも彼だけと語った。2005年、監督の堀内つ夫は二軍で投げていた内海の 才能を見抜き、先発ローテーションの一角として登板させている。結果は4勝9敗、防御率5点台だったものの、堀内が去った翌年は2桁勝利を挙げる活躍を、見せ、以後は、チームのエースピッチャーへと成長した。内海自身も、今の自分があるのは勝てなくても、堀内さんが使ってくれたおかげですと堀内に感謝している。 2006年から2015年まで監督を務めた原辰森には偽侍突発性子宮病と呼ばれもしたが実はその裏ではお前が必要なんだといつも励まして使い続けてくれたという様々な環境の中押しつぶされそうだった内科を温かく見守ってくれた原の恩には必ず日本一で報いたいと語っている巨人時代は チームメイトの山口哲也とは仲が良く、山口は2012年に日本一を達成した際に初めて会った時から、内海さんは何も変わっていない。育成で入った僕を見下さなかった。最初から気さくに声をかけてくれた。何かがある時は必ず相談する。結婚も最初に報告しましたし、公私関係なくです。なぜかと言われればわからないんだけど、人柄。 何でしょうねと語っている。2015年からチームキャプテンを務める坂本隼人とも年こそ離れてはいるが、うしともに仲が良く、坂本はもし自分が女性だったら、内海さんと付き合いたいと語っている。2012年巨人に在籍した中谷ひとしは内海を選手としてだけでなく、一人の人間として尊敬していると語る。2012年中谷は、 フルス楽天との試合で、アーリーワークをしていた。すると、楽天の関係者が挨拶に来て、お前はうちに残って欲しかったんだよ。でもいいな、ジャイアンツのユニフォームを着てと言われたという。そのやりとりを聞いていた内会が少し向きになって、中谷に、ひとしさん、ありえないですね。普通ね、チームに残って欲しいと思うんだったら残すでしょう。社交事例とはいえ、あれはないです。 見返してやりましょうと熱い言葉をかけたという。中谷は巨人に移籍して数ヶ月しか経っていなかったが、そうした内海の言葉に感激したという。中谷は翌年引退したが、私が裏方になっても、接し方は何も変わらなかった。人として尊敬できる意識、考え方を持った選手です。私が巨人を辞めるとき、いろんなことを察してくれたのでしょうね。 内海は多くを語らず、ひとしさん、巨人に残ってくださいねとだけ言ってくれた。それだけで私は嬉しかった。選手としてだけでなく、一人の人間として尊敬しています。頑張れ、内海。とエールを送った。2014年に戦力外となった、井野拓と、梶じ雄一の自主トレに飛び入り参加し、約30分間、打撃投手を務めた。 シーズンを終えたばかりのベテランが、投球練習をする時期ではなく、周期キャンプの打ち上げ、オフの時期であり、加えて、本来は別の場所で練習予定だったが、二人との合同練習を優先した。同じチームだったし、力になりたくて、少しでも実践感覚を積んでほしいというか、感覚を研ぎ澄ませて合格への足しになれば、なんとか頑張ってほしいしと語り、 一球、一球を丁寧に投げ込んだ。この粋な計らいに、カジゼンは何億ももらっている人が戦力外の俺たちに投げてくれる。すごいよ。イノは累戦弱ってきたのかなと目元を赤くした。その後、イノは東京ヤクルトスワローズに入団し、カジゼンは社会人野球の三菱重工長崎に所属した。ありがとうございます。